トムヒカルです。こんにちは。ということで今日は、蛇の道という映画の話をしようと思います。よろしくお願いします。これは黒沢清監督が、1999年だったかな？相川翔さんと香川照之さん主演で撮った、蛇の道っていう映画のセルフリメイク作品なんですね。次、1998年ですね。1998年に撮った、蛇の道っていう映画を、柴崎コウを主演にして、フランスでリメイクした。で、柴崎コウは、フランス語をめちゃくちゃ喋る。なんかね、なかなかトリッキーな作品ですけど、これがね、面白かったですね。面白かったんでね、髪も染めまして。もうほぼケロロ軍曹のあいつだよね。ということで、いろいろ喋っていこうと思いますけど、この映画、怖そうだなぁと思って、見るかどうか迷ってる人、俺は見たよ。舞台はフランス。ツル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 、捕まえに行こうか。そうだった、この映画、そういう映画だった。僕らの目とは、明らかに違う目をしていた。じゃあまずどういう話かというと、舞台はフランス。主人公が2人いまして、メインで出てる人が2人いまして、1人が何者かの手によってマナ娘を殺されてしまったアルベール・バシュレさんで、もう1人がフランスで働く精神科医の日本人、新島さよ子さん。このアルベールさんは娘のマリーちゃんをね、もうすっごい凄惨な方法で、すごい嫌な方法で殺されてて、もうできることなら娘を殺した相手復讐して、なんならそいつも殺したいと思ってるわけなんです。で、そんなアルベールさんは娘を亡くした心労から心療内科にかかってたんですけど、そこで出会ったのが新島さよ子という女なんですね。で、この新島さよ子という女がなんかよくわかんないですけど、アルベールさんの復讐にめちゃくちゃ付き合ってくれるんですね。すっごいノリノリで付き合ってくれるんですよ。こんなことやめましょうよとか一切言わない。次はこれね、次はこうする、どうする、じゃああいつ捕まえて拷問しようみたいなことをさよ子さんがメインで提案して、で、それで二人がアルベールさんの娘を殺した犯人を探していたら見つかるんですね。見つかって、そいつの住んでるマンションに潜入して、スタンガンでビビビビビッつって横に寝かして、なんかあるじゃん、寝袋みたいなさ、人を入れる専用の袋あるじゃん。人を入れる専用の袋に入れて、それをこうズル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 って引きずって、で、多分さよ子さんが用意したっぽい廃工場に連れて行って、さよ子さんが用意したっぽい手錠と足の手錠、足状で犯人をね、こうやってくくりつけてさ、拷問するんですよ。殴ったりするし、お前やったんじゃないだろうな、お前やったんじゃないだろうな。で、その中でね、捕まえてきた男にアルベールさんがとあるビデオを見せるんです。で、それが何かっていうと、マリーちゃん、マリーバシュレちゃんの生前の映像で、こうやって楽しそうに遊んでたりとか、ピアノペロンペロンって弾いてる、もう楽しそうな生活の風景なんですね。で、それをね、流しながら、まあこれがテレビだとしましょうか、これがテレビだとして、ここでね、こうやって髪を広げて、マリーバシュレ8歳、なんたら山で遺体として発見、全身に16箇所の刺し傷あり、生活反応あり、体がすっごいめちゃくちゃになっていて目視では判別できないため、歯型で DNA 鑑定したところマリーバシュレだと判明みたいなね、凄惨な当時の状況を一言一句漏らさず冷静に淡々とずっと喋り続けて、これお前がやったんだろって言うんすよ。怖っ。だからあんま殴ったり、まあ、さっき殴ったりとか言ったけど、あんま殴らずに精神的に追い詰めていって白状させようっていう方法を取るんですよ、アルベールさんたちは。でも、アルベールさんたちが最初に捕まえてきた男が、いや俺やってないって、誰その子、人違いです、人違いです、いやそんなわけないでしょ、お前らの財団が娘を連れて行ったみたいな、なんかそういうの分かってんだよ、いやいや違うって、全然やってない、俺は関わってない。やってるとしたら俺よりちょっと上のあいつが、あいつに聞けばいいって言ってくるんですよ。じゃあそいつ捕まえに行こうかっつってさよ子さんとアルベールさんが車乗ってね、最初に捕まえた男を A としますか、 A が言った男を B としたら、その B のところに行って、で B を捕まえて、でまた B にね、同じようにビデオを見せて、お前がやったんじゃないのか、わいわいわいって言ったら、 B はいや俺じゃない、それ C がやったって言うから、じゃあ C のとこ行こうかっつってC のところに行って、また捕まえて、でまた同じようにビデオ見せて拷問してっていうのをどん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 繰り返していくうちに、じゃあ犯人は見つかるのかなっていうか、そもそもなんでさよ子さんはアルベールさんに付き合ってくれてるのかなっていうお話なんですね。おもろいね。まあいろいろ喋っていきますけれども、なんつっても柴咲コウね、柴咲コウすっごい、柴咲コウの
目、僕らみんなね目持ってるじゃないですか。でも柴咲コウの目は僕らの目とは明らかに違う目をしていた。あれはね、人間の目ではない、マジで蛇の目をしてるんすよ。もうすっごいよ、獲物を正確にただ淡々に冷静に捉えるなんて狩人の目というかさ、目がもうね真っ黒なんですよ、ずっと真っ黒。普通ね、人間の目っつったらさ、こうやってこうやってあってさ、こうやってあってこういう感じでさ、光があるじゃないですか、光がポツンって。でもないんすよ柴咲コウの目。柴咲コウの目真っ黒すぎて、マジで覗いたら覗かれるぐらいの真っ黒さしてる。ほんと深淵の目で、いろんな人たちがこの柴咲コウの目、サヨコの目に捕らえられて拷問されたりだとか、いろんな話されたりだとかしていくんですけど、もうねこのなんちゅうの、この目に捕らえられたら画面越しだろうがなんだろうが、あっもうこの人終わったってなる。ヒュッてなるもんね、怖すぎて。うわ絶対俺これ劇場出たら柴咲コウ待っててスタンガンベーってやられて袋の中入れられて引きずられるよねって思えるぐらい獲物を正確に捉える漆黒の目をしてるんすよ。すごく怖い。で、柴咲コウさん、ずっとフランス語で喋ってるんすよ。ほとんどフランス語。あの映画110分ぐらいあって、ほんとね、110分あるうちの10分も日本語で喋ってない。日本語で喋るシーンもちょっとあるんです。でも、日本語で喋るよりもフランス語で喋ってる。で、そのフランス語もさ、いや僕、フランス語全然わかんない。映画とかでしか聞いたことないから、そのネイティブの人たちがね、どう思ったかとかはわかんないですけど、全然フランス語知らない人間からしたら、フランスの方じゃんってぐらい、ペラッペラに喋ってて、で、なんなら英語も途中で喋ってるんですよ。英語ならさ、なんかわかるじゃん。ちょっと若干ね。おい、英語喋ってるって思ったけど、なんかもうそのスムーズすぎて、英語と日本語とフランス語の切り替えがさ、すごいスムーズすぎて、もうすごいなって思いました。あと、西島秀俊さん出てたんですよ。西島秀俊が、さよこさんの精神科、さよこさんにかかってる、日本から来た、なんか重大そうな仕事を抱えてそうな男で、もうその人の心労でね、かかってるんですよ。どうしたらいいと思います？先生。先生はフランスに来て、しんどい時ってどうしてます？ちょっとうざい感じの絡み方をしてくるんだけど、まあ、見てて、この人ほんと辛そうなんだなっていう人を演じてるんですね。このね、西島秀俊も嫌なやつというか柴咲コウに薬を渡されるシーンがあるんですよ。ちょっとじゃあこれ今飲んでみてくださいって言われて薬渡されて、これ毒とか入ってませんよねって言ってくんの。何もう何こいつ全編通してこのね、西島秀俊パートがすごい謎に包まれてて、どういう意味だったんだろうっていうのはちょっと僕は分からなかったんですけど、ダークなというか嫌な西島秀俊見れて嬉しかった。オリジナル版と比べてどうでしたかっていう話をしようかなと思うんですけど、僕全然黒沢清監督の作品は見てないんですけど、蛇の道、相川翔さんと香川照之さんのやつは見たんですよ、この間。あ、そういえば映画やるから見とこうって思って。大筋はもうほとんど一緒、ほぼ同じことやってるんです。で、オリジナル版より結構スタイリッシュになってるんですよね。おしゃれになってるというか、オリジナル版はすげえ怖いのよ。オリジナル版も怖いんだけど、コミカルさというか、おもろいなって思っちゃうんですよね。笑える瞬間も結構あるというか、香川照之さんがアルベールさんのポジションで、相川翔さんがさよこさんのポジションなんですけど、ちょっともったりしてるというか、ちょっと見てて足りーなっていう瞬間もあったりしたんですけど、このリメイク版ではそこのもちゃっとした感じ、もちゃついたところをスン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 、もちゃつきを感じさせない、オリジナル版で感じたもちゃつきを感じさせない、スン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 って進んでいって、スン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 ってテンポよくやっていくから、ちょっとねその見やすくなった分、オリジナル版見てから行くと、あ、ちょっと物足りないかもみたいな、あ、この人は今回出てこないのねとか、なんかそういうことを思っちゃったりして、ちょっとね物足りなさとかは正直あるんです、オリジナル版と比べたら。でもオリジナル版と比べたら圧倒的に見やすくなってるし、オリジナル版で語られなかったこと、まあ、言ったら補完ですよね、オリジナル版の補完。 あっちでもこういう結末だったのかな、あっちでもこういう真実はこういう感じだったのかなっていうのがより詳しくわかるのが今回のセルフリメイク版の蛇の道なんですよね。そう、終盤にアルベールとサヨコがとある場所に行ってとある事実を知るんです。で、そのシーンはオリジナル版にはないんですけど、このシーンがね、あっちでうわ
マジでエグすぎる。なんでそんなことするのって。嫌だ、嫌な映画って。嫌なオチ、最悪って。ただ、だからといって、胸クソ映画なのかって言われると、またここが難しいんですよね。だから一般的な胸クソ映画における胸クソさは確かに感じるんだけど、絶対に他の胸クソ映画では感じられないスタイリッシュさと、スッキリする感じはあるんですよ、確かに。不思議よね。すごいバランス、そこの感覚も。胸クソでもあるし、スタイリッシュでもあるし、オチはすごいスッキリするし。もうね、おもろい。オチ良かったし、そのアルベールさんとサヨコさんがね、終盤でとある場所に行って、で、まあさっき言った衝撃の事実が告げられる、語られるっていうところなんですけど、そこの手前で、ちょっと一悶着あるんですよね、とあるキャラと。そこのシーンの緊張感。あれすごかったね。あそこの緊張感は、ここ最近見た映画の中でも一番ぐらい、うわこいつやりやがった、てめえなんてことしてくれてんだっていう、見てるこっちも、えそんなことしちゃっていいのっていう、ドキドキとか焦りを、ギュンって、そうだった、この映画そういう映画だったっていうのを、一気に思い出させてくれる、もうやばい展開が一個あるんですよ。そこを見てほしい。だからまあ、すごいおすすめできる作品です。面白いからね。ただ、そもそもの始まりが、娘を殺されて復讐しに行くっていう話で、殺され方とかも、アルベールさんが喋ったりだとか、するシーンもあるし、直接的にね、直接的に殺されてるシーンが入るとか、凌辱されているシーンがあるとか、そういうのは一切ないんですけど、やっぱり、そもそもの展開として、娘を殺されていて、子供を殺されていて、それを復讐するっていうものでもあるので、ちょっとそういうのが、苦手かも。今そういうの見たらメンタルやられるかもなっていう人は、あんまり、行って、見に行ってとはおすすめできないですけど、ものすごい面白い作品だったんで、よかったら皆さんも見に行ってみてください。ということで今日の動画はここまで。チャンネル登録、高評価、コメント、どれか一つでもしていただけると嬉しいです。SNS やポッドキャストのフォローもよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ヒカルチャレンジでした。アサシとー。